ルートビヒ2世は、東フランク王国の国王。ルートビヒ1世の子。母は、その最初の日、エルマンガルド・ド・エス・ベー。ドイツ人王と称されている。817年の帝国制除令において、ルートビヒは、バイエルンの支配権を得た。父、経験王の死後、弟のシャルル2世と手を結び。 王国のすべての領土を手中に収めようとした兄、ロタール一世に、対抗、841年のフォントノアの戦い、842年のストラスブールの誓いを経て、843年のベルダン条約でライン側やアーレ側以東の地を獲得し、東フランク王国を築き上げた。これが、後のドイツの起源である。869年。 中部フランク王国のロタリンギア王で、甥いのロタール2世が死去したが、この時ルートビヒは、全身麻痺の病のため動くことができず、同年シャルル2世が、ロタリンギア王として体感した。しかし、翌870年、ルートビヒは、ロタリンギアに対する自らの相続権を主張し、 シャルル2世とメルセン条約を結んでその医療を分割併合することを決め、アーヘン及びメッツを含むロタリンギア東部を獲得した。875年、ルートビヒは自らの死後のつ子への医療分割相続を定め、長男カールマンをバイエルンの次男ルートビヒをフランケン、チューリンゲン、ザクセンの三男カールをアレマニアの副王とした。翌七十六年、 フランクフルトにて73歳で死去し、ロルシュ修道院に葬られた。医療は875年の決定通り、三つ子が分割相続した。827年に、アルトドルフ博ベルフの娘ヘンマと結婚、三男四女がいる。ありがとうございます。